だからそういう人もちゃんとスキルを身につければこっちの中で稼げてしまうわけですよ。だからちょっと勉強するだけでめちゃくちゃ周りと差をつけることができるんで、なんとなく仕事になるっていうのがめっちゃいいよこれ。やろうと思うとすぐできるけど、結果出せるような人になるには時間がかかるし、年末に時間がある方は勉強してみてもいいかなという感じですね。はい、どうもこんにちは、さくゆきです。ちんともです。今回のテーマは年末年始にこたつでゴロゴロしながらでも稼げてしまう副業たちというテーマでお話していこうかなというふうに思います。略してこたふく。こたつの中で稼げるというのは時間的に場所的に縛られない副業っていうことなんで、僕らが普段推してるものになってしまうんですよ。ほんまにいいですよこたつの中で稼げるというのは。寒くないのよ。昨日思ったんですよ。高速道路のさ、料金所の中でさ、寒そうにしながらさ、料金徴収するおじさんとかさ、絶対動画編集とか勉強した方がいいのにって僕は思ってた。そういう人もちゃんとスキルを身につければこっちの中で稼げてしまうわけですよ。こたつの中で稼げる副業いきましょうか。1つ目、ウェブライティング。ライティングっていいよ。パソコンのスペック自体もそんなにめっちゃ高い方がいいわけじゃないし、文章を書くって誰でもできるわけじゃないですか。自分のペースで結構書けるし、割といいよっていう。最近思ったことなんだけど、ライティングがめっちゃいいなって思ったのが、あと何パーセントで終わるっていうのが明確にわかるんよ。動画編集とかだったらさ、カット入れテロップ入れしなって思って5時間で終わると思ってたのが10時間かかったみたいなことあるやん。このブレは結構あるんよ。いつ終わるっていうの難しいんだけど、ライティングに関しては何パーセント完了っていうのが文字数で出るから、2000文字で納品してくださいって言われたら1000文字かけたら完全に半分なんよ。でも例えば動画編集とかやったら30分の素材があって15分編集し終わったって思っても、残り15分めちゃくちゃカットが多かったりして、時間換算したら後半で75% かかったよみたいなことって結構あるんやけど、それがないのがウェブライティング結構いいところやったりする。ライティング結構いいのでやってみてもいいかなと思います。しかもライティングって何がいいって、みんな勉強しないんよ。文章ぐらい書けるわっつって勉強せずに案件取ったりして爆死するんよ。ちょっと勉強するだけでめちゃくちゃ周りと差をつけることができるんで、年末にガーッと勉強した上でちょっと案件取ってみるぐらいのことができちゃうのでおすすめですという感じですね。お次、デザイン。デザインもこたつでできちゃうんですよ。まあ、そこ1台だったらできるからね。デザインはいろんなところに汎用性ありますから、ね、そうなんですよ。タスクが軽いものから重いものまでめちゃくちゃ選びやすいんですよね。例えばバナー作ってくださいみたいな1時間ぐらいでピッと終わるのもあれば、サムネイル全部取っ替えたいです、100枚まとめて発注ですみたいなのとかもあるから、自分がどれぐらいの時間休みがあるかみたいなところと組み合わせて仕事を埋めることができるっていうのは結構でかいよなと思う。ちんともさんもね、デザインをずっとやっていられたわけなんですけど、例えば名刺のデザインとかやったりしてるわけやん。でもすごいよな、そろそろ名刺切れるから発注したいって言ってた。誰が？ちんともが作ったクライアントが。え？え？お名刺切れちゃうから、そうそう、ともえちゃんにお願いしたな。ちょっと前に作ったばっかりな気がするけど。そうなんや。ちょっと前の前に会ってた。そうそうそう、全然デザインする気がない人でも基本は知っといてほしい。そうそうそう、知ってた方がいいよね。ちょろっとお願いしたいなって思った時にすっごいデザインのが出てくると、なんでこんなことになったんだってなるから。もう一回やって、すごい可愛い。100点のデザインをしろって言ってるわけじゃなくて、偏差値50のデザインを理解してできるようになってっていう話なんですよ。デザインって勉強しなかったらセンスになるんですけど、勉強したら偏差値50までは誰でもいけるっていう領域なんですよね。昔とか佐古くんデザイン勉強したことなくてすごいなかったから、紫色の水玉の背景みたいな採用しちゃってさ、毒キノコみたいなスライドできてそう、そんなことにならないようにするためにもデザイン普通にいいよと。情報発信していくでもデザイン結構大事やからね。サムとかピッと自分で作れたら楽やってことで、ぜひやってみてください。次、こたふく3つ目、ベタやけど動画編集ね、できちゃうよねこたつでね。こういう IT 系の副業ってすごいいいよね。こたつの中で仕事できるとかありえへんからね。 YouTube の動画とかを編集してほしいって YouTuber さんから仕事を取って編集していく作業ですね。動画編集って難しいって言われてるけど、カットできて、テロップ入れができて、 BGM の選定ができて、効果音が入れて、画像挿入ができて、サムネが作れればぶっちゃけ仕事取れちゃうんですよね。なんとなく仕事になるっていうのがめっちゃいいとこで、なんとなく仕事になるとか言うと青くんからめっちゃ怒られるんだけど、クオリティが低いとか言って、めっちゃ高単価でがっつりやってほしいっていうのを求めてる人もいれば、一旦低価格で緩くやってほしいっていうのを求めてる人もいるわけですよ。例えば僕とか今はね、ちゃんと1本1万円とか1万2000円とか、そのくらい隠してないな。月50、月50、60ぐらいかけて編集してるわけで、鳴らすと平均 1.6 万から2万ぐらいかけてるんですけど、一番最初に YouTube 始めた時って1本1200円とかで編集してもらってて、なピンクと水色の
の2色でいいですみたいな、とりあえず喋ってることが文字起こしされてればいいですみたいな温度感で、ね、発注したわけですよ。一旦副業初心者がこたつの中で稼ぎたいなぐらいの緩いモチベーションだったらそれっていいじゃないですか。でそれってプレミアムプロを買ってムービーハックスとかで勉強してもらって、テロップの入れ方、 BGM の入れ方、カットの仕方、その辺が分かればぶっちゃけできてしまうんですよ。相手が求めてるレベルもまちまちやから、自分のレベルに合わせて仕事を取れるし、場所も時間も選ばないっていうのがめちゃくちゃいいのが動画編集なんで、年末に時間がある方は勉強してみてもいいかなという感じですね。次、プログラミング。これもね、できますね。実際やってたしな、僕も。iPhone アプリの開発やってほしいって言われたの冬やったから、こたつに入ってやってたし、プログラミングとかやってると、ガーッと集中しちゃうから、そのままこたつで寝ちゃったりとかも結構あるよね。あれが意外と幸せなんですよね。今紹介した中で一番高難関目なのはプログラミング。そうだね。うちもフル込みしてくれてるエンジニアの月80、90払ってるわけじゃないですか。それぐらいの単価になり得る。しかも、一回案件取っちゃえばずっと続くよね、基本的に。同じエンジニアに開発してほしいから、一回こたつで副業モードに入ったらずっとこたつで副業ができてしまうというのがプログラミングのいいところだよね。年末年始の時間空いてるところで、うん、なんか一個重めのやつを受けてみて、その後2024年毎月それの維持とかメンテナンスでお金もらえるみたいな状況が作れたら結構いいですよね。いいよね。動画編集とかライティングみたいに数日間勉強してやってみようみたいなのは難しいから、勉強するんやったら1年ぐらいガーッと勉強した方がいいかもなっていう感じはあります。2ヶ月ガーッと勉強して実務経験積むみたいな、来年からこたつ副業モードに入っていくみたいなでいいかなと思います。最後5つ目、 LINE 構築ですね。王道ですよ。最近すごい流行ったよね。この5年前とかにはね、一切ない単語やったよ。マーケ代行全般入るかなって思う。 LINE 構築っていうちっちゃなくくりじゃなくて、 SNS の運用代行とか、マーケティングってお客さん集めてそこに対して商品あるよって告知をする仕組みがあって、告知する前に商品欲しくするっていう教育ってフェーズがあるよね。だから集客してお客さんに良さを伝えて販売するっていうフェーズに分かれるんやけど、販売とお客さんに良さを伝えるってところで LINE 構築があったりとか、集客するってところで SNS の運用代行とかがあるわけじゃないですか。全体の戦略がマーケティングのコンサルタントの役割やし、集客するところがインスタとかツイッターの運用代行者の役割やし、売るまでの流れを作るのが LINE の構築者の役割やし、他にもセミナーをするんやったらセミナーの構築代行とかもいわゆるマーケティングの代行業の中に入りますよと。これ全般は意外とこたつの中でぬくぬくできる仕事が結構多いので、 LINE のシナリオを作るのもできるし、ツイッターの運用代行をするのもできるしってことでいろいろできてしまうので、マーケティング支援系の副業全般やね。これはほんまに力いりますよ。 LINE の構築下っぽく見せるのは簡単なんですよ。ツイッターの運用代行もいっぱいついてるのは簡単なんですよ。それ実力伴ってないと数値出ませんからね。今まで紹介したのよりかは難易度高い。そう、やろうと思えばすぐできるけど、結果出せるような人になるには時間がかかるし、結果出せへんとすぐ悪評が広まるんですよ。相手が経営者やったりとかインフルエンサーやったりするから。その辺の中小企業の社長のことを動画編集できますってごまかして騙してもそんな大して悪評は広まらないんですよ。でもマーケティング代行できますって言ってインフルエンサーの受注しちゃって結果出せなかったら、もうあなたのマーケター人生は終わりです。動画編集も良くないよ。中小企業のおじさんに動画編集できますっていうのも良くないけど、それよりさらに先生も奪われるので、やるときは慎重にと。ということでね、今回は年末年始にこたつでできる副業5選ということで、ライティング、デザイン、動画編集、プログラミング、マーケ支援全般ということでお話をしてきました。今回ね、こんな感じでお話をしてきたんですが、具体的にね、どういう風な流れで勉強していくかみたいなお話は概要欄にある僕の LINE マガジンの方でコラム形式でいろいろ配信してるので、まだ登録してない方はぜひ見てみてください。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりしようと思うんですが、その前に一個告知がありますと。僕の LINE マガジン登録していただくと、なんとですね、資本主義攻略の裏マニュアルという、資本主義攻略したいじゃん、親持ちになりたいって思ってる人に向けて、最短で資本主義を攻略するためのノウハウが書かれたスライド枚数126枚超え、動画分数80分超えの動画セミナープレゼントしてますんで、そちらも合わせてチェックしてみてください。さらにですね、今だけ限定で僕が売上ゼロの貧乏大学生から売上規模15億円の社長になるまでの奇跡を得た漫画、こちらもプレゼントしてますんで、合わせてチェックしてみてもらえたらなというふうに思っております。ということで、今回の動画は以上になります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。